炙りカルビ。今噛んだ。噛んでないって。はい、ってことで、はい、今から、はい、兄貴とナエちゃんに焼肉をおごってもらいに行こうと思います。イエーイ。いいね。いやさ、うん、僕たちってさ今お金ないじゃん。ないんだよね。だから金持ってる兄貴とナエちゃんにおごってもらおうかなって思って。そうだよね、いけるよ、絶対にいける。ってことで二人を呼んできました。イエーイイエーイイエーイ。え、なに、なんかの用。え、いやあのね、何事これ。僕たち二人が兄貴とナエちゃんに焼肉を奢ってもらおうって回です。イエーイ。いやめっちゃ嫌じゃん、ちょっと待って。いやなんで俺らがお前らに奢らなあかんのそれ。お金ないもんね。やっぱお金持ってる二人には僕らに奢ってもらうっていう、奢るっていう権利があると思うから。そうだよ、おかしいやろ。もう義務だよ、おかしいやろ。ないんだけど別に。俺も別に金ないから。なんで俺なの。そんなことない。やっぱね、学生に社会人は奢るっていう構図は、まあ、当たり前だと僕は思っているので。お前らマジでさ暴論家だもん。まあね、だからまあでもね、さすがにこのまま奢ってもらうわけにいかないから。そうだね、炙りカルビゲームで挑むから。炙りカルビゲーム。そう、炙りカルビゲーム。炙りカルビゲーム知ってる？お前言えてんやん。待って、言えてる。言えてね。怪しかったけど、ね、どんなゲームなのこれ。まあね、炙りカルビゲームっていうのは、うん、こう僕たちがチーム戦でやって、うん、と一人一人順番に炙りカルビって言ってって、はいはいはい、その炙りカルビの数を増やしていくゲームなんだよ。はい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 。でこれでめっちゃいいゲーム。噛んだチームが負けってことで、負けたやつらが勝った人たちに焼肉をおごるっていう回です。いいね。いやでもそれ俺ら別に得しなくない。マジで得ないよな。ねえ、うん、いいじゃんいいじゃん。お願い今日だけ。お願いします。やる。どうしよっか。一回だけ。じゃあ一回だけ、先っちょだけ。まず、分かった、はい、分かった、やります。はい、やった。よし。じゃあ僕が最初に言うから、僕、ナイちゃん、ショウちゃん、兄貴の順番でいい？俺も早速ハードル高い。早速4回じゃん。するじゃん、ね、やっぱね、僕苦手だから、ね、まあね、最初に言いたいなと思って、うん。理不尽だな、まあね、本当に。ってことで、じゃあ僕から炙りカルビって言っていくから、みんな続けてきてください。もう早速噛め、早速、はい、早速噛め。絶対噛むなよ。噛む、焼き肉かかってるからな。絶対噛まない。噛め、いくよ。はい、炙りカルビ。炙りカルビ。言えてる。炙りカルビ。おー、待って。大丈夫。いけたか。言えんの。仏ケッチ早く。ね、まあ。早く。行きます。炙りカルビ。おお。分かんないじゃんこれ。炙りカルビ。今噛んだ。え、噛んでないって。噛んでない。せよ。噛んでない。ない。はい、次。はい。炙りカルビ。いや、ダメでしょ、今のは。今はセーフだよね。今のセーフだね。カルビー。今のは。セーフかな今のは。アウト今の。はい、アウトーアウトアウトでーマジか。翔ちゃん何噛んでんの。でもやっぱ、はい、てか俺らやっぱリスクばっかさしょってさ、こいつら何もないのはちょっとどうかなって思うんで。
ここで一個ちょっと罰ゲームどうかな。いいね、罰ゲーム、やばいやばい、そりゃそうだよね、だってね、おごってもらおうときてね、まあ、自分だけ何もなくって、まあ、正論だね、まあ、ね、何する、じゃあ例えばさ、例えばツイッターでリスナーさんに向けてちょっとエッチなことをつぶやいてもらうとかいいんじゃないですか。やばい、めちゃくちゃいいやんけこれ、やばい最悪、めっちゃいいやんそれ。だってそんなね、おごらせようとしたんだから、それぐらいしてもらわなきゃ困るんですけど。お 前らって言ったら俺ら3万ぐらい飛ぶでな現実リアルな、そうじゃん、リアル3万ぐらい飛ぶでそんなちょっとエッチなツイートぐらいさ、全然余裕やろそれぐらい。そう、でもまあまあ負けた翔ちゃん一人がするってことだね。いや、連帯責任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 、二人ともする。聞いてない、聞いてない、僕聞いてない。二人ともして。そうだよね。僕も。これはもう二人でもう。翔ちゃんバカ。二人で死の。じゃあ早くツイートしてもらっていいですか、二人とも。これツイートすんのか。早く準備して。ね、やばいな。はい、え、ちょっと甘くない、もっと強いの、こういう、もうちょいもうちょいまだいくの、もうちょい、もうちょっといこう、もうちょっといこう、もうちょい、気持ち気持ち、もうちょい、やばいやばい、あ、はいはい、じゃあ早くそれね、ツイートしてもらって、ああ早く、はいはい、ツイートして、はい、ポチッと、ツイート、はい、ポチします、ツイートしてきたよってことでね大人に大人に喧嘩売るとこうなるよっていうことが分かりました。二度と大人に喧嘩売らないでください。すいませんでした。